全艦隊前方障害物を注意しつつ前進。全センサーオートチェック、進路クリア。地球へ向けて発進。伝えろ、後続のジェリドたちには慣れないマラサイで遅れるなとな。こんなに早く地球に帰れるとはな。女でも待ってんのか。いけないかよ。俺はライラと重力の中でも浮いてみせる。ああ、エウーゴの連中は重力の中に叩き落とす。かかるぞ。軌道固定、艦隊位置固定。各艦モビルスーツ発射軸固定。発進用意。全周囲索敵を怠るな。了解。クワトロ隊、健闘を祈る。了解だキャプテン。出るぞ。ガンダムマーク2発進よろし。ビッグディアス発進よろし。カミーユ行っちゃうの。ガンダム行きます。ジャブローを攻めるか。わからん話ではないが、そうはさせん。キッドアンズがあんなモビルアーマーを開発していたなんて。あの組織は単なるザビ家の残党狩りなんかが目的ではないわ。同時に強くても一本調子じゃ。なんだと。それでは。何？あなたは死にます。はぁ、こいつはニュータイプだ。ジェリド、あんたには無理だ。魂を重力に惹かれている奴には。言葉が走った。言ったじゃないか。エマさん、それはダメです。周囲危険だって言ってるでしょ。お、誰だ。変形をした。落ちろ。だから、ガンダムマーク2というやつか。マイナーチェンジのくせに。エマ注意、神湯に構うな。交代しろ。降りられます。ここ
ここはスペースノイドの言うことを聞け。はい。明らかに違う。あれはアムロでもない。違うタイプだ。カミーユ、距離を取れ。また言葉が走った。黄色のモビルスーツ。地球の引力の井戸に引き込まれるのはごめんだ。あとは後続に任せる。あのモビルスーツ変形をした。艦隊の前へ出るぞ。ティターンズの第2波が入った。はい。あいつは一体何者なんだ。バリュートなしでそんなに持つのか。ウェイブライダーにバリュートじゃ、こっちの方が不利だからな。無茶だ。隔離コン、これ以上は無理だ。バリュートを展開したらこちらがやられる。これまでだよ。ジェリ止め、弱気だ。そんなことじゃ撃てん。もう持たないぞ、焼け死ぬぞ。おお、オートマチックか。これではやられる。もっと離れていれば撃たれなかったのに。もし俺が先に降りていたら。仇は取るぞ、隔離コン。必ずな。ジャブローはアマゾン上流の地下にある地球連邦軍の拠点である。がその実権はティターンズが握っていた。これが地球の重力なのか。カミーユ、どこだ。生きてたら返事しろ。生きてます。ポイント203に集結だ。すぐ向かいます。ここがジャブローか。ライラが見つからない。どうなっているんだ。エウゴの攻撃が始まったんだわ。どうしてわかる。内乱かもしれないぜ。時間が合います。連絡さえ取れていればモビルスーツ隊にわざわざここを攻撃などさせなかったのに。逃げ出すチャンスが来たと思いたいが。方法なんかあるわけないでしょ。あんな恥ずかしめを受けて。妙だな。ジャブローの抵抗はこんなものではない。この静けさはおかしい。まるで空き家だ。3機はここに固定だ。
いいな。捕虜は一箇所にまとめて上官の尋問を始めろ。残りはエリア1の支援に向かう。おかしいじゃないか。どうしてそんなに簡単にここを明け渡せるんだ。実はジャブローは引っ越し中で。引っ越しだと？なんでだ。命令です。ティターンズは空に行くと。あのモビルスーツは何だ。ジェリド中尉のマラサイの地上型で高機動タイプになりますが。俺はギリギリまで戦うぞ。あいつか。ここで会ったが100年目ってね。こいつ。ここは地球だ。エウンゴよりも俺たちの方が有利なはずだ。このくらいで。ライラ、声が。神湯肩をつける。ダメだ。ライラ、見ていろ。べーガンダムめさあ。本当なのか、そりゃ。あと1時間なんだ。間違いない。信じてくれよ。嘘だ。核は南極条約以降は使っちゃいないはずだ。しかし、ここの指令が起爆装置にスイッチを入れるのを見たんだ。もう時間がない。よくもそんなでっち上げを。やめろ。でっち上げても1時間後には確認できるんだ。その起爆装置の解除はできないのか。地下150メートルに埋まってる核爆弾に誰が手を出せる。信じるか。手任せを。結果的に嘘と分かったら銃殺刑にしてくれてもいいんだ。その代わり今ここを出してくれ。頼む。確認するまでもないな。この証拠の言うことは本当だ。脱出はできるか。ガルダ2機は確保していますが、その2機ともパイロット脱出用のシャトルを搭載していません。パイロットを空に逃がしている暇はないのか。そんなことは生き延びてからで。20分後に全員をガルダに収容させろ。捕虜もですか。当たり前だ。はい。すまない。このことは連邦政府に報告して。君たちの行為は。私は機関団の命を考えて助けるのではない。人質は使いようがある。だから助ける。それだけだ。妙に静かだな。誰も戻ってこない。敵も味方も消えちまったらしい。みんなで引っ越しだなんて、そんなバカなことするわけ。まさかよ。なんだ。おい、人がいるんだぞ。あ、エコーさん。ガンダムか。カミーユよ。カミーユ美大よ。カミーユ。カミーユ、よく。あれがガンダムのパイロット。カミーユ、カミーユ、よく来てくれて。レコアさんこそご無事で。若いな。あなたは。ああ、ジャブローの侵入を手伝ってくださったカイシデンさん。カイシデンさん。レコアさんの協力者のつもりだったんだが、逆にレコアさんを苦しめてしまったようで。苦しめた。アーガマと連絡を取ろうとしてここまで来たのは良かったんだけど、捕まってしまったことを言っているのよ。
どうしてここの敵の撤退は早いのです？ここは引っ越し中だったんだ。捨てて当たり前だろ。そんな。出なけりゃいくらガンダムでも簡単に入ってくれるわけないでしょう。マーク2の手に乗ってください。本体と合流します。味方機？クワドロ機です。あれが動けないのか、カミール。あと10分でここの核爆弾が爆発する。動けないのならば客式で運んでやる。レコーさんを発見しました。それと海石伝さんという方を救出したんです。よくやった。脱出する。はい。どうしろってんだ。まだ乗れるはずだ。パイロットは一人でいいだろう。まだ乗れるはずだ。定員の3倍は乗れる。力のないものは死あるのみ。力のないものは、もう時間がありません。もう少し待て。ダメです、敵です。何？3機か。出るぞ。クワトロ隊員は脱出してくれるって。デモ隊、サイドハッチから迎撃しろ。来たぞ、白色とガンダムだ。何？クワトロ隊。落ちるなよ。もっと前だ。ちょい前だ。分かっている。こんなの生かして返すな。やめろ。あと1分で核が爆発するんだ。誰だ貴様は。自分は連邦軍のジドレ少佐だ。早くお前たちも逃げろ。いい加減なことを。タイ、カミール戻れ。行け、カミール。タイも。おう、行きます。届くか。ガルダはまだ我が軍が捕捉して使わねばならんから。小隊長。なんだ。あれがクワトロバジーナ隊か。ええ。ふん。正体不明機だと。はい。場合によっては迎撃する。では自分が。いや待て、間違いない。味方だ。カラバのものかもしれない。カラバのハヤト小林だそうです。やはりな。誘導してくれるそうです。よし、従え。ハヤト小林、開始で。